本当に楽しかったです。なんかとても昔に戻ったような感じがして、なんかすごく楽しかったです。本当になんか憧れの制服でのなんかこう、僕高校生の時彼女いなかったから、その制服姿でなんか女の子の写真をそのツーショットでなんかこうカップルみたいな感じで撮ることもなかったし、なんかもうそういうなんか最後の言うたらその青春ができなかったんですよ。回しに行ったらなんかめっちゃ陰キャみたいなこと、めっちゃ陰キャみたいなこと言うと思うんだけどさ、ほんまに青春してなかったんか。そうだからもういいマジで高校生戻りてみたいな、青春したかったみたいな感じだったけど、実際こういうのが青春なのかなみたいなみたいな感じで思ったんで、本当にね楽しかったです。なんか恥ずかしいな、なんかこんなん。とりあえず皆さんお疲れ様でした。後ほどまた顔出しで引退するわ。はい、以上です。ありがとうございました。